今回は前回予告したように羊の皮をかぶった狼と呼ばれ、日本中を熱狂の渦に巻き込みスカイライン伝説を作った2代目プリンススカイラインをゆっくり解説していくぞ。待ってました。ついに伝説の名機の登場。スカイライン伝説を作った時は日産じゃなくってまだプリンスの時だったのね。期待しているわよ、頑張って。この2代目スカイラインほど波乱万丈な車人生を送った車は他にはないと私は思う。普通のファミリーセダンとして生まれ無理やり長いエンジンを押し込まれながら、日本中を熱狂の渦に巻き込み伝説まで作り、会社が吸収合併されてしまったのに未だにスカイラインの社名が残って作り続けられている、こんなドラマチックな車はないよ。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。2代目プリンススカイライン S50D1 が誕生したのは1963年11月、2代目は初代からのコンセプトを大きく変え、メンテナンスフリーのファミリーカーがコンセプト。初代スカイラインはその前身の高級車プリンスセダンのコンセプトの高級路線を引き継いだ高級車だったのよね。そうだ、そして59年1月に発売された初代プリンスグロリアはスカイラインのシャーシ 2900cc 直 4OHV エンジンを搭載し、さらに豪華に仕立て日本初の3ナンバー高級車として発売された。この頃のプリンスって先進性ではトヨタ、日産の先を行っていたわね。このグロリアの登場によりクラウンセドリックの高級路線はグロリアに任せ、スカイラインはダウンサイジングしトヨペットコロナダットサンブルーバードがライバルの激戦区となる 1500cc ファミリーセダンクラスにターゲットを変更。BC 戦争の真っ只中に参戦していくのね。この2代目がその後の走りのスカイラインのルーツとなる。とはいえプリンスも当初2代目スカイラインは大衆向けの小型ファミリーセダンとしてごくごくオーソドックスなコンサバ仕様で発売し、販売台数を稼ぐための車で正直伝説を作るような特別な車ではなかった。プリンスも予想していない運命のいたずらで大化けし日本を代表する車に進化していくのね。ボディバリエーションはフォードアセダン、エステートと、商用車としてバンはスカイウェイの社名で販売されていた。エンジンは直 4500cc OHV の G1 型で70馬力、全長4100全幅1495全高1435ホイールベース2390車両重量960kg。シャーシーはトレイ型から剛性アップしたモノコック型に。ミッションは3速 MT のみ、駆動方式はもちろん FR。サスペンション前ウィッシュボーンコイル、後ろリーフリジット、ブレーキリーディングトレーリング、タイヤ 5.60134PR、最高速度140キロ。全長マイナス180mm全幅マイナス180mm全高マイナス 100mm ホイールベースマイナス 145mm 車両重量マイナス 350kg。と大幅に軽量小型コンパクトになり、今まで新型車を出すたびに新しい機構を採用してきたプリンスだけど今回はリアサスモディオンとアクスルから信頼性整備性を重視しリーフリジットになり新機構の採用はなかった。小型セダンとしてあまりコストをかけず量産したかったんだろうな。ちなみに価格は2代目が73万円。初代は120万円で47万円の差。もはや完全に違う車になっているね。ボディデザインはスクエアな正統派セダン。フロントは逆ウェッジシェイプに丸め4頭。フロントグリルは縦スリットの細いピッチの押し出しが強い精悍なヨーロピアンルック。サイドのメッキモールがシャープさを引き立てている。リアはメッキモールが付き、丸型のテールランプが一つのタイプ。インテリアの特徴は当時多かった横長のスピードメーター。2本スポークのステアリングはホーンリング付き、シフトは3速コラムシフト。インテリアもオーソドックスな普通のセダンね。新機構の採用はなかったが技術のプリンスらしい面白い取り組みとして、シリンダーブロックとヘッドをシールで封印し2年間または4万キロまで整備不要を保証。オイル容量を増加させオイル交換を3000キロから6000キロに延長、シャーシーのグリスアップポイントを減らし1年間または3万キロ給油不要としたメンテナンスフリーを推し進めた。昔の車のシャーシーの可動部にはグリスアップをしないといけなかったのよね。精度が高くないとできないことだからプリンスの技術力の高さを感じるわ。シャーシーのグリスアップをなくす発案をしたのはミスタースカイラインと呼ばれた男、桜井慎一郎氏。桜井氏はこの2代目の途中から開発主管開発責任者となる。桜井氏の上司は中島飛行機でゼロ戦ハヤブサの坂エンジンを改良、誉れエンジンを設計した東京帝国大学卒のエリートエンジニア中川良一氏。すごい2人が手を組んだのね。
中川氏はスカイライン完成後、桜井氏に慰労の意味を兼ね50日間で世界一周旅行をして遊んでこいと褒美を与えたんだ。もちろん費用は会社持ち。プリンス自動車太っ腹。桜井氏が有頂天で旅行プランを考えているのを見た中川氏は俺も行くと言い出し二人で世界一周旅行に出かけてしまった。そんなことだから吸収されちゃうのよ。ヨーロッパの自動車メーカーの見学や、ベルギーでの F1 観戦で感化された中川氏は、俺は高性能なレース用エンジンを作る、桜井はシャーシーを作れと唐突につぶやいた。その中川氏のつぶやきが帰国後すぐ現実のものになるのね。62年日本初となる本格国際サーキット、鈴鹿サーキットが完成。日本のモータースポーツの夜明けね。こけら落としとして63年5月、鈴鹿サーキットで第1回日本グランプリが開催され国産メーカーの市販車を排気量別でクラス分けしレースが行われた。プリンスはドノーマルのグロリアスカイラインスポーツで参戦。このレースでは事前にメーカー間で紳士協定が結ばれ、エンジンはもちろん足回りも一切チューニングなしドノーマルの状態でレースを行うと決められていた、が。真面目にこの協定を守ったのはプリンスと富士重工スバルぐらいで、他のメーカーはやりたい放題。その結果もちろんプリンス勢は惨敗。日産フェアレディはシングルキャブ仕様なのにツインキャブを搭載し優勝、レース後の車検で発覚。クレームを申し立てると、輸出仕様はツインキャブだからとごまかしてお咎めなし、まさにやったもん勝ちだった。レース結果がその後の各社の売り上げに大きく影響を及ぼす結果となり、当然プリンスは惨敗し販売店からは苦情の嵐だった。石橋会長から呼び出された中川氏は次は必ず勝てとこっぴどく絞られた。中川氏は桜井氏を呼び、俺は最高のエンジンを作る、車の運動特性に関してはお前しかいない、勝てる車を作ってくれないか、頼んだぞ。と、ベルギーでの会話がいきなり実行に移される時がやってきた。で、私の今までの仕事は誰が引き継ぐんですか?と尋ねるとお前が両方やるに決まってるじゃないかの一言だった。50日間も遊んできたんだからやるしかないわね。こうして、自らの技術力に絶対の自信を持っていたプリンスエリート技術者集団のマジのリベンジが始まった。桜井氏はまず車選びから始める、63年10月のモーターショーに出品されたスカイライン1900スプリントが候補に上がる。全長4015全幅1605全高1220ホイールベース2260/1900cc 直四 SU ツインキャブで100馬力以上。シャーシーはスカイラインベース、ノーマルで最高速度180キロ以上。デザイナーはフランコ・カスリオーネ氏と井上武史氏。空気抵抗が低く、軽量で良さそうだけど一部ハンドメイドで生産が追いつかず連続する12ヶ月間200台以上のレギュレーションをパスすることができそうにないので没に。そして選ばれたのはファミリーセダンのスカイライン。桜井氏はパワーのあるエンジンを搭載し、いい足を組み合わせたら。勝てることは分かっていたが、あくまで 2000cc までで足のいい、スカッと抜けるようなフィーリングの車作りを目指し7月から3週間に一度の割合で荻窪から鈴鹿通いが始まる。目指したのは圧倒的な勝利。直4900cc を搭載した試作車が完成し桜井氏自らがハンドルを握りテストを繰り返すが、鈴鹿のスプーンカーブの立ち上がりでアクセルを開けるが車が前に出ていかない、直4での限界だった。そこで桜井氏はグロリアの直6エンジンの搭載を役員に直訴するが、役員は誰一人として縦に首を振らなかった。しかし、桜井氏は信念を持ってできる、やれると言い切ったんだ。さすがしんちゃん、男前。そして G7 型直6エンジン搭載の許可が下りたのは64年1月、そこから100台の生産が始まった。わずか100台のために生産ラインの変更なんてとてもできず、モノコック、フェンダー、ボンネットを、1台ずつ切断し20センチ延長する作業はすべて手作業。腕利きの職人さんたちの努力の結果、2ヶ月後には無事100台を生産することができ公認申請をし、スカイライン GTS54A として認可された。異様に長いボンネットからついたあだ名は怪物、ダックスフンド。早速、村山テストコースで無事シェイクダウンを済ませ。鈴鹿での初走行は第2回日本グランプリの2ヶ月前の3月、当初はカーブの進入でアンダーステア、出口でオーバーステアを。繰り返しラップタイムは3分だった。目視でボディがねじれるのがわかるほどだったとか。それでも足回りのセッティングを煮詰めていき2分50秒前半までタイムを短縮する。このタイムなら楽勝で優勝だわ。
スカイライン GTS54A のスペックは全長4300プラス20センチ全幅1495全高1410ホイールベース2590プラス20センチ車両重量1025キロ。搭載エンジンは直六 OHC とオプションの3連装ウェーバーキャブの G7 型で125馬力、4速フロアシフト MT、最高速度180キロ、04は 17.7 秒、販売価格は88万円。プリンスは出場クラス必勝を目指し取った作戦は物量作戦。T5 クラススカイライン1508台エントリー T6 クラスグロリア9台エントリー GT2 クラススカイライン GT7 台エントリー合計24台予算 1.5 億円。万全の体制で事前にタイムも出てるからプリンス勢は余裕の展開ね。ところがレース直前になって突然予期せぬ強敵がエントリーしてきた。レース参戦を目的に開発された最新のレーシングカーポルシェ904がエントリーしていたんだ。もちろん公道も走れますしよ。エンジンは 2000cc 水平対向4気筒 DOHC180 馬力をミッドシップに搭載。ボディは軽量な FRP 製で車両重量は約650キロ。ドライバーはトヨタの契約ドライバーの式場総基地。この904のエントリーに関してはトヨタの陰謀とか闇の部分が多いのよね。いやいや、トヨタも勝てそうな自社マシンがないからわざわざ大金を払って外車のレーシングカーまで用意をして盛り上げてくれる演出、素晴らしい。ちなみにレース用のスカイライン GT は150馬力、車両重量1000キロ、これってやばいじゃない。フリー走行では式場選手は鈴鹿の走行は初めて、マシンもシェイクダウンをしたばかりの状態でタイヤもギャも合ってない状態でスカイラインの1秒落ち。スカイラインの1秒落ちってトヨタさんのシナリオは絶妙ね。公式予選で904は1コーナーで激しくクラッシュ、フロントカウルはバキバキ状態、もちろんスペアパーツもなく決勝は欠場か？すぐに名古屋のガレージで緊急オペを開始。トヨタさんの演出はバッチリ憎いわね。徹夜で FRP のカウルに樹脂を塗り、鈴鹿までは白バイの先導で決勝のスタートギリギリで滑り込みセーフ。当然プリンス陣営は猛抗議するもファンは大盛り上がりの大興奮、失踪は認められた。トヨタさん白バイまで用意してくれてありがとう。スタート直前までハラハラドキドキ、まるでドラマのよう。ポールポジションはスカイライン戦は鉄、2番手は砂子義和、3番手は式場総基地。スタートで飛び出したのは904、2番手は戦は、そして7周目のヘアピン進入で904が周遅れのパスに手間取る隙をついて戦はがトップに。そのままスプーンカーブ、グランドスタンドをトップで戻ってきた戦はのスカイラインにサーキット中が総立ちで大興奮。これがスカイライン伝説が生まれた瞬間だ。すぐに行く沢は抜かれてしまい結果は優勝は904の式場、2位は砂子、3位は戦はの順。この激走は翌日の新聞の一面を飾り、レースの結果は負けたが日本が世界に向けて飛躍する姿とダブらせ熱狂した。このレース以後スカイライン GT はスカジーと呼ばれ羊の皮をかぶった狼と形容されるようになり熱烈なプリンスファンとスカイラインファンを生み絶大な人気を誇るようになる。ホモロゲ用の100台は即完売、追加生産のラブコールから65年2月スカイライン 2000GTD54B2 がカタログモデルとなるのよ。3連ウェーバーキャブ、フロントディスク、GT のエンブレムは赤になる。そして桜井氏は打倒ポルシェに向け純レーシングカープリンス330の開発を進める。そして運命の65年6月を迎えることに。65年の6月に何があったの？日産自動車によるプリンス自動車の吸収合併だ。原因は何だったの？1番目はプリンスの経営不振。技術偏重に偏りすぎ。原価が高くなり利益の確保がおろそかになっていた。中川氏と桜井氏が世界一周で会社のお金を使いすぎたからじゃないの？2番目はプリンスの会長の石橋氏はブリヂストンタイヤの経営者でもあり、プリンスを経営することで本業のブリヂストンタイヤの売り上げに影響が出だした。そのためプリンスを切ろうとしたんだ。3番目は当時の運輸省が外国車の輸入自由化に伴い国内メーカーを再編成させようと圧力をかけてきたからなどいろいろな要素が絡んでいるんだ。最初に身売りの話を持っていった先は東洋工業マツダだったが断られる。次にトヨタに話を持っていこうとするがプリンスの小川社長がトヨタに出入り禁止、犬猿の仲のためこれも断られる。そして日産に打診し合意を得たんだ。エンジニアは超一流なのに、経営者に詳細がなく振り回された挙句の身売り、気の毒すぎるわ。9
吸収合併という辛い経験をしながらもスカイラインは進化を続け、66年10月に最終バージョンの日産プリンススカイライン 2000GTB を発売する。大きな変更はないが5速 MT を採用し04は 17.0 秒に。フロントグリルが変更され、リアフェンダーフレアを広げ全幅が 20mm ワイドに。C ピラーの下にエアアウトレットを設置、大型ラジエーターも採用された。販売価格は94万円。そして68年8月3代目にバトンタッチする。最初は 1500cc のファミリーセダンから始まり、車運をかけたレースのためにボディをぶった切り延長、長い6気筒エンジンを搭載、ボディは目視でも。わかるほどねじれた極限状態でスポーツカーに勝負を挑み敗れるも伝説を作った名機 S54B。この名機を作ったすべてのエンジニアに感謝したい。中古車情報サイトで2代目スカイラインを検索してみたところ3台にヒット。2023年11月現在、 2000cc は1台、 1500cc が2台、 ASK が1台。支払い総額は約180万円から280万円でした。興味のある方は覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。